買うしかねえじゃんっていうよなもに笑いながらさあのクソムカツコこんなん買うしかねえじゃないかでニコニコしながらポチッと押すような何かっていうのはそうそうそうだね言われてみなあなたのホビーにカメラ技術をプラスアルファアルファホビーぶ何人か書いてますけど1.2とかが出るからとかそれもどうなんだろうね いやーもう望むんすね F1.2 は出てほしいですそれは正直言ってだ,だったらうんだったらさ噂出ない1.2がでしょ、うん、これっぽっちもないじゃん,んまあでも噂一向に出なくていきなり出た連鎖がいくらでもありますよあ<ー>いくらでもあるっすよ、まあ、大物でもある,、うん、あるっすようん,うん、うんうん、そう そうね、そうだからその CR の時みたいに1.2と同時発表これも狂ってますよこんな、うん、ないないないこれすごいっすよ、うんまあ、やったらすごいやったらすごい、うん、やったらすごいけどアホやなと思うそんな <laughs> だって1.4売れないっすよ出してもそんなうん1.2、うん、枠、うん、売れちゃうっすようーんいやーでもなーこれどうかなーまあでもその80まあこれ前の 話とちょっと重複しちゃうけどさ、うん、やっぱりこの 85mm の F1.4 の単焦点をもうヘビーユーズしてる方も当然お見えになるわけですよ,いるよねそう,だそういう方からしたらもう待っとったともうどんだけ古いレンズ使わせんねんというふうに多分思ってたでしょうね、うん、ここで一発新しいの欲しいぞという感じでしょうね、うん、ああナイトライダーさんプラナーの50の あー言われてみましょうたかなこのレンズ確か何もなしで出た気がするわプラナーの F14 それってすごい昔でしょもう昔めちゃくちゃ昔あらなんか私の設備の液晶テレビが一個壊れちゃった画面が映って。<laughs> まあでもやめてよそうい,う演技悪いことを <laughs> 今,今,今 85GM の f 一応の話してんだから今画面が画面が出ねえから ATM の分割の絵が見えないのどうしようかなとか一生懸命今電源ボタン押してんだけどさそれって8号の g m 2がどうしようかなっていうことと同じですよ画面がね妙にちらついてるななんて思ってしたらいきなり画面がそれ 85GM の f 一応の GM2 がちらついてるってことですよそれ。<laughs> 深瀬くんそういう意味に捉えられるよ。そういうことを言わない。はい、すみません。そういう風に捉えられるよ。はい、そういう風に。諦めるね。今日は。これ、うん、今ね、そう、ファントムちゃん、そう、八五 G.M. ツーの話。はい。まあこの辺もね、さんざん擦り倒してますけども、はい。まあでもね、擦り倒したね、じゃ、擦り倒してるうちに出てほしかったですね。だね。 だって、俺たちもさ、半年ぐらい話してたよね、これ<う><分>、やってるやってる、でも、<laughs> なんだろう,こう、もうね、この延命処置もなかなか厳しくな <laughs>、ね、置だいぶ厳しい、だってもう、さ、もう俺、この 85GM2 の、F14GM2 の話もやるたびに、前回もお話ししましたがっていう、<laughs> この言葉を俺、何度使っているか、俺が。<laughs> ねえまあ、だけど、まあ、一応発売間近なんでね、ちょっと真面目に話そうかなと思うんだけど、だけどやっぱりこの今、結局、まあ、今ね、深瀬委員長もおっしゃいましたけど、やっぱポートレート花盛りのこの昨今でございますけど、うん、そこにおいて、この 85mm の F1.4 のレンズを出すという意味合いですよ、もう当然、どう、ど真ん中ポートレートレンズ、ポートレート単焦点。大本 大本命ですよ、本当に。<laughs> ということなので、そのこれがそのどういうふうにそのポートレート向けに仕上がっているかじゃないかなというふうに思う。ちゃんと寄せてんちゃん,と寄せてんだろうねと、うんうん、そっちに。で、はすごく思うですね、それは。あ,うん、あのーまあ、さここで かっこいいかとするとソニーの本気を見せないとさ結局これがソニーの答えだみたいな形でねポートレットレンズはこうあるべきものだと、はい、でまあ F1.4 にした意味と、まあ、リニューアルした部分、はい、でこう使ってもらって新しく買い替える人が、うん、あのやっぱソニーでいいとまあ少なくともこれ5 0ミリか8 5ミリかっていうぐらいもうライバルがめちゃくちゃ多いわけじゃないですかで,さ、うん、で昨今に至っては まあ、アルファホビームでもう大押し35150でちょっとここでまたあと今日話しますけどシグマさんの噂のレンズでもうちょっと前つばなら一応タムロンさんの噂のズームレンズつね、うん、そこがさまあワンチャン出てくる一発の絵は単焦点でものすごい絵なのかもしれないけどじゃあ。うん もうちょっとなんていうかなトータルバランス的な部分で考えたときにじゃあ、えー、とそんなにわからない部分であるんだったら、まあ、極端な、まあ、部長と私はズームレンズ派なのでズームレンズの方が撮れまあまあね、可れ高は圧倒的に高いわけです、ね、室内でも撮れる外でも撮れる片や 35mm 片や 28mm スタートでもんね両方とも、ね、噂されてるレンズはねだからそう考えると 85mm 単焦点でどれだけ。 ソニーが届かれるのかなっっってちちょっと疑問に思っちゃう部分はだからあんまりタイミングがいいのか悪いのかっていうのはちょっと,ちょっと微妙に考えちゃうところはありますよね。ね最悪のシナ,シナリオを考えた。ななんですかまあソニーの 85F14GM2、まあ、出るとしましょうか。うんうんね、出ました、うんね、新型の GM レンズですと次世代のポートレードレンズだ、うん、出ました。うん、その一月後、うん にシグマさんが8号の F1 に発表する8号の F12F12F1.2 あ1.2ってまだないの？ないあ<ー>14番のかでで結局これ俺は何がな何を根拠に言ってるかっていうと新しい単商品ね要はその通りで8号の F1 用の DGDN がちょっと古なっていっとるんですよ。 あれも古いんだ、そ<う>あれ自体も。まあ,まあまあ古いです。俺、ま、85の F14、過去を振り返ると、いつだったかな、あれ、2017年とか、そんなもんじゃないかな。<laughs> うん、まあまあ古いですよ。で、結局今、シグ,シグマさんは、その要は、えー、リニアモーターに乾燥してるわけですよ、いろんなもの。で、8 5ミリも新しくしたいはずである。うん だけど、やっぱりここで一発、えー、カンフルザガとしてぶち込むんだったら、<ー>やっぱり F14 じゃなくて F12 だと俺思うんですよ、そこは。シグマさんじゃやりそうだね。単焦点です、単焦点のシグマですから。で、やりそうなんですよ、でそれがソニーの F14 の 1>, 1ヶ月後ぐらいに、まあ、1ヶ月後出るとは出る、発表があるとは、じゃちょっと極端な話それ何しでしょうか。じゃ リークっていうか噂がチラチラ始めるなんかまあ過去になんかちょっとそんなのあったよね遅い知らないそれなんかなか,なかったっけなんか似たようなタイミングでなんかソニーとなんかシグマさんがシグマさんが、うん、85の F1 にもし出してくれるんだったらかなり興味あるんですねだって全部持ってかれるよ、うん いやもっとてっちゃうんすよ。あのー、だって金額当然シグマさんのじゃなくなるわけでしょそ,そこでそこ,だよそ,こそこそこそうなると下手したら減らしたらソニーの F1.4 の GM2 とシグマの今俺が妄想してるね妄想ではあくまでも妄想しているえー85ミリ F1.2 DG DN これがガチンコの金額になるこの世あるんですよ。多分同じ金額か下手すやシグマ安い、うん、シグマが若干安いまずやまあでもほぼ間違いなく同じ金額で攻めてくるよね。うん 出たそうだからこれが俺が考える最悪のシナリオでソニーのだからソニーもし F1.2 持ってるんだったらなぜ最初なさたのかと牽制しろ牽制をそのもう化け物モビルスーツを最前線にまず出せとうちこんなモビルスーツ持っとんやぞとねえにこのあと続くやつわかるやろお前らというのまず牽制しろと言いたい俺はもし持ってたらね 持っってなかったらもう食われちゃうね食われちゃうんですよ。うん、でここで言いたいのがまあいわゆる F 値が低いほど偉いっていうのを僕は言ってるわけじゃございません。うんうん、これはさっきの放送の中でも僕はちょこちょここの話はしますけどもそうじゃないんですよ。F1.2 のレンズを作るってことはそれだけじゃなくて他の部分も 当然アップデートされているだろうっていう想像のもと言ってます。だからほとんどレンズそうなってます。F 値だけじゃなくて、他の部分もやっぱりプレミアムになってます、そこに関しては。だ一1段階上のレンズになるんじゃないかっていうことで僕は期待するわけですよ、そこは。うん、でそこのところでまあシグワさんが出たら大変だろうなと。まあ、えー、っと、2020年8月。あ、20年かあ。じゃあまだちょっとか。4年か。あのあのちょっと ちょっとよかったら誰か調べてほしいんだけどえ2020年そのこもっとないもっともっと古い数違ううんまあ今,今2020年8月って発売うん木村さんも2人もあのー、<ー> 2470DGDN ってどのぐらいの時間で差で出ました1型と2型の 2> あ結構早いあれもどのぐらい ちょっとね、れ一番最初にあれ持ってったのが、私も買ったけど、ね、ン5年ってこといいの5で5年で出た,出たって。ああ、じゃあ、ワンチャンあるね、四年ぐすよ。あるんですよ、ちょうどいいぐらいなんですよ、8号を要はリニューアルするには。新潟は今年だから5年か、ワンチャンあるね。 でしょうあるんですよだからでまあだから1型残して別に1.2だったら2型じゃなくて別のレンズとして出してもいいもんね。で今ズームズームズームできてるじゃんシグマあのモーターの話でねこれは新しいモーターを要はそのインストールされてるものがズームズームズームできてるでしょここできてやっぱりまあまあ単もあるから5 0 0があるわあるけどここできてやっぱり。まあまあ その皆さんが待ち望んでいる厨房園のようなターン、シグマ、使いたいっていうとめちゃくちゃおると思うんだけど、ここで一発、もうすげえの、8号の F1.2、DGTN、当然、リニアモーター搭載、これが出たら、多分また、その後に続くものが想像するんですよ、みんな。ってことはって思うわけでしょ、それで、これが出たってことはこれでしょって、めっちゃ想像書かきたらられるし、あともう一個言うと、 そういうことするとね、そのメーカーからしばらく目が離せなくなるんですよ。これめっちゃ効果的なんですよ、これって。すごいの出した後のメーカーって。それはやっぱりね、俺、SIGMA 戦略としてやると思うんだよね。うまい気がするのそう,いうとこってさん、SIGMA さん,、うん。で、ソニーは逆に外とこ下手なイメージ。だから F14 が最初に出ちゃうんだと思うんだけど、これその後に F12 って。 機械取って出したらもう完全最近全体的にさ本体はあれだけどさレンズの勢いがソ,ソニーちょっとなくなっちゃったよね純正のねなんかあんまりなんかそういえば話題になってないなっていうかあのね結局ねこれこの間の話にもちょっと関係してくるんだけどさそう,さ、うん、そうであのね例えばじゃニコンさんだったら まあ俺最近ちょっとニコンのプレーの話を結構頻繁にするけどさ、うん、あれってやっぱキャラ立っとるわけですよ、ね、要はもうボケめちゃくちゃやったとあれもうすげえ追い込んだで作ったやつっていう風に要はこのレンズはここを見てちょうというのが明らかなレンズがちょっと増えとるんですよ、うん、そういうの。うん、タムロンさんだったらそうじゃないですかタムロンさんだって高倍率でちっこいところを見てちょうと、うん、うちのレンズは。ね で画質も皆さん、そんなあの不満な、がっかりさせませんというのを言ってるのがタムロンさんじゃないですか。うんね、で、シグマに関しては、えー、もうあれですよ、存在するものがっていうやつが結構あるじゃない、2845だ、二八四五の F1.8、うん、あれなんかもう存在するものがもう皆さんからも注目されてる、ないし、比べるものもないし、もうない、ないんですよ、目立つんですよ。だけど、ソニーの場合は、結構それがなくて、その 昔ならではの、昔ならではっていうのもおかしいな、ソニーがそのレンズのブランドを立ち上げた時のやり方そのままで、今もそうなんですよ。要はその、稀有なものがないですよね、そのここ,こは、ここはすごいっていうのっていうちょっとね、焦点距離で珍しいのはちょろちょろ出ましたけど、じゃあ、それでなんか、ね、角が立った、まあいいレンズなんだよ、全部、いいレンズなんだけど、もちろんそう、もちろんなんだろうね、思ったこと話題にあげないもんね、俺たちもそうだなって、あげねえなと思ってさ。 まあ今回、85は上げてるけど、それでもやっぱ、ちょっとね、さっき何度も言うように、85.4が出るのかっていう感じで、取り上げてるだけだけからそうでもう、リーカーが全然テンション上がってないですよ、はっきり言って。リーカーがね、リーカーのその書き方が、要は、テンションぶち上がってるときって、エクセレントとかワンダフルとか、すごいのが出るとか、そういうことがね、連発しますよ、普通は。それはないんですよ、一切。 ってことは多分めちゃくちゃ普通にいいレンズ。なんと思うんだよね。だけど、それ以上の要はプラスアルファの。もうなんかもう。射抜くようなもう何かがない、キッカーがないってことですよね。でも昨今レンズってね、やっぱりそのプレミアムなレンズになればなるほど。キッカーがないと俺はだめだと思ってて。そのなんか蹴り抜く何か1個。っていうのがないと。ちょっとダメな時代に、ちょっとそろそろ投入してんじゃない、突入してんじゃないから、なんでだったらもう。もう行き渡ったから、そういったものが。 いいレンズっていうのが、もうだいたい行き渡ったんですよ。ジームも,もう出て。だね。い、e、いマウントに限ってはそうですよね。本当にね。うん、行き渡った、いいレンズ、行き渡った。で、次に、じゃ、行き渡った人たちが。例えば、GM 一通りもコンプリートしてる人が、次の GM を買うにあたっての。要は、背中の押し具合、はソニーは弱いと思う。うん,うん。もっと背中バチコーンと押してるようなパワーを、ソニーは出したら、なかんだけど。うん、ほ、うんま買うしかねえじゃんっていうようなものに、笑いながらさ。 むかそ昔こんなん買うしかねえじゃないかニコニコしながらポチッと押すような何かっていうのがそう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 だね言われてみればそう、うん、でしょう<っ>シグマはあるんですよシグマのさこれだろ2845の F18 なんてさ、うん、くっそこんなの出しやがって <laughs> そ、ね、こんな買うしかねえじゃないかと予定外のね<う>予定外の出費って本当にだよねそうすげえの出たじゃんもう何やこれとかって言いながら、うん、押すっていうのが労働財力発揮するわけですもんね そ,うそれはもう勢いなんですよ、そことこっていうのは。そこがちょっと足らないような、俺は気がする、もうちょっとそこ欲しい、で今回の8号の F1 用の GM2 に関しても、もう、あのー、究極の要はエクストリームのボケだというぐらいは、俺は言ってほしい、そこはうさっきも言ったけど、嘘でもいいから言ってほしいで,でもそれで煽ってほしい、俺たちを。 うと思うっすねそこに関しては。ファンタムシ、うん、そうだね。300ミリだけだね盛り上がったのね。本当あ300すごかったですね。うん、あれだけだね、うん、ちょっと記憶にあるのあれ<ー>あのぐらいのレンズくらいか。あうん。